はい、それでは時間になりましたので、ライブラリ専専攻のオープンキャンパスを始めます。最初に専攻長の宮先生より、お一言お挨拶いただきます。統合診療域ライブラリサイエンス専攻の専攻長の三輪です。前回の説明会に続いて参加されていらっしゃる方がほとんどですね。今日初めて参加される方、ちょっと手を挙げていただけますか。3人で、あと、じゃああんまり同じ話をしてら笑われますので、ちょっと話を変えなきゃいけないんですけど、基本的なところは変わらないので、ライブラリーサイエンス専攻なんですけれども、今年博士課程の1年生を迎えました。それで今まで修士課程はですね、今1年生2年生それから卒業した人たちがいます。社会人1年生ですね。で、皆さんが入ってくれば4回生というか4回目の入学式で迎えるということになります。このライブラリーサイエンス専攻の特徴はですね、図書館情報学、それから記録管理とかアーカイブ学ですね、それと情報システムとかそういうパソコンとか IT を使う、この3つですね、これを融合させてやっていこうということですね。ご年配の方はだったらですね、そんな融合とかなかなかできないでしょうから、図書館情報学なら図書館情報学に特化する形になると思うんですけれども、若い方にはですね、この3つを融合していっていただこうというそういう意識を持っています。で、入学後はですね、一つにこだわるんではなくて、できる限りこの3つを融合するんだという意欲で持って、勉強していただいて、カリキュラムそのように取ってもらいたいと思います。で、私はですね、アーカイブの方が好きなもんですから、少しアーカイブの宣伝をさせてもらいただきますね。で、今僕は熊本県とですね、仕事をやってるんですね。熊本県の公文書の廃棄っていうのを手伝っているわけですけれども、今までですね、その熊本県の場合文書をですね、相当蓄積してるんですね。だけどですね、その蓄積した文書をですね、活用するとか使うってことは全く意識ないんですね。素晴らしい文章をたくさん作っておきながらですね、それが全く活用されずにですね、廃棄していってるわけです。で、今の熊本県知事がですね、海外行って、アメリカですけれども、ハーバード大学行かれてですね、その後も勉強されてですね、アメリカはそういう文章っていうのを残してですね、それを活用している、その辺が素晴らしいということでですね、熊本県も頑張ろうとされているわけですね。文章を作ったものを廃棄していっちゃいけないと。で、それに私は協力しています。それがですね、日本はやっぱり非常に弱いと思いますので、ただ単に作るだけでなくて、それを残し、選択し、それをどう活用していくのか、公開してどう活用していくのかということをやっています。それをお手伝いしていると。で、もう一つですね、もう一つ皆さんにですね、今アメリカの CIA の情報官ですか、香港に行ってロシアに行くとか、そういう大事件になっています。これ新聞でも報道されています。僕はもう連日ですね、日本の新聞はぴったり見てますし、イギリス、アメリカの新聞もぴったり見ています。これ非常に面白い問題です。電子メールですね、それが全部盗聴されてた、電話も盗聴してた、ね、僕はですね、僕はあらも当然僕はメールを送るとき、僕のメールは全部盗聴されていると思って、やっています。皆さんはどうか知りませんが、僕はもうメール全部盗聴されていると思って、そして全部書いています。それはなぜかというと、私はアーカイブとかやってまして、アメリカのですね、軍の関係の資料を見ているわけですね。そうしますと、日本軍の電波が全部取られているんです。ほとんど取られているんですね。びっくりするぐらい、船が一隻一隻どのように行くか全部取られているんです。それを見てですね、いかにですね、アメリカが優れているかということを知ったわけですね。で、それを見ているもんですから、私のメールは全部取られていると、そう思って、実際に取られているかどうかは分かりませんよ、そう思って私は心がけてやっています。で、日本はですね、そういう意識っていうのがですね、まだまだこれから発展途上国なわけですね。で、ライブラリーサイエンス専攻っていうのはですね、先ほど熊本県の例を話した、今スノーデンっていう CIA の人の電子メールの盗聴の件を話したように、これからですね、きちっとやっていかないといけない分野だと思うんですね。で、非常にこの広い
これから広がりを持つ分野ですので、ぜひですね統合心領域のですねライブラリーサイエンスに来てですね勉強していただきたいと思います。今日は具体的ないろんな説明がありますので、それを2時間ほどですかね聞いていただいて、ぜひ受験してください。本日の予定を簡単にご説明したいと思います。皆さん方のお手元の資料の中にオープンキャンパスのご案内というのが終わりかと思いますけれども、本日これからですねまず最初に、ライブラリー専攻の概要に関して本専攻の渡辺淳教授がご説明いたします。その後、同じくライブラリー専攻の井上仁准教授によって模擬授業が行われます。我々の専攻は、ICT 環境の激変の中で言ってみればその最先端を行こうというところですので、とりわけですね、大学の中でこう新しい情報技術を使ったさまざまな取り組みを行っておりますけれども、その一端をご紹介するということになろうかというふうに思います。その後ですね、皆さん方のご希望があれば、この中央図書館をご案内したいと思います。実に申しますと、この私どものライブラリーサイエンス専攻は、九州大学の中でもこの付属図書館と密接な関係を持って設立されましたし、現在もその関係を築いているんですね。九大の図書館は、全国の図書館の中でも最もこう ICT 化が進んだ、その先頭を歩んでいる図書館でありますし、新しい学習環境を主にですね、さまざまな工夫もしておりますので、その一端をご覧いただければとも思います。それからこちらに戻って、お見えになればですね、教員および、学生、現役の学生さんが皆様方から、個別にですね、ご質問を受ける、そういった機会を設けようと思っています。それから最後にですね、この中央図書館とは別にライブラリーサイエンス専攻の講義棟、講義室、演習室、それから院生研究室がある一角が別にありますので、ご希望があればそちらの方をご紹介したいと思います。よろしくございましょうか。はい、その他私たちに何かご質問があればですね、その都度手を挙げて何でもお聞きいただいたらというふうに思います。それから皆様方に今日は お手元に資料がございますけれども、実は本日入試この専攻の全体の説明会ということなのですけれども、ご存知の方はおられるかと思いますが、現在修士課程の第1期の学生募集中であります。直近の試験は8月31日土曜日を予定しておりますので、その修士課程入試のご案内がこの紙にございます。それからライブラリーサイエンス専攻のパンフレットが2種類あります。黄色のものと青いものですね。それから私どもが過去行いました大きなシンポジウムを記録化、冊子化したものが2種類ございます。それから学生募集要項に関してなのですけれども、基本的に紙媒体ではなくてこちらのですね専攻のホームページからダウンロードしていただくになりますけれども、今回皆様方のために一応プリントアウトもしております。ただし志願のものに関しましては、直接、ワードファイルをですねダウンロードしていただいてそこで作成していただくことになろうかなというふうに、思います。よろしくございましょうか。はい、それでは、まず最初のプログラムとしまして、本専攻の渡辺淳教授による専攻説明です。渡辺淳教授は実は、図書館の職員としても非常に大きな長いキャリアを積んでおられる方で、この中央図書館の中でも数少ない専門員の一人であります。とりあえずちょっと先ほど申し上げたんですけども、九大は全国の大学の図書館の中でもこの情報化のトップを歩んでまいりましたが、その、を一貫して支えたメンバーであります。それではよろしくお願いします。はい、それでは専攻概要説明ということで、渡辺の方からご案内をします。今岡崎先生からご紹介いただきましたけれども、付属図書館のこの4月から利用支援課長という立場でサービスの最前線の部署を担当することになりました。その現場を持ちながらライブラリーサイエンス専攻の教育研究活動にも携わっているという、全国でも珍しいパターンでの
関わり方をしているものになります。さて、今日の選考概要につきましてはこのようなアウトラインで、ご説明しようと思っています。設置の背景、理念と目的、考え方、教育課程の編成の考え方および特色、養成する人材像と進路、それから教育員組織の編成の考え方と特色、で最後に修士課程の入学試験案内ということをご案内しようと思っています。さて、まず専攻の名称ですけれども、大学院統合診療域学部という、漢字で書くと非常に長いと。統合診療域学部というのが大学院の教育組織ということになります。それとその学部のもとに3つの専攻がありまして、その中の1つライブラリーサイエンス専攻という位置づけになります。本専攻を修了しますと、マスターであれば修士括弧ライブラリーサイエンスという学位が、それからドクターであれば、博士括弧ライブラリーサイエンスという学位が、授与されるということになります。入学定員は修士課程が10名、1学年10名ですね。それから博士後期課程ドクターコースが1学年3名ということになります。開設時期は専攻長の挨拶の中にもありました通り平成23年の4月ということで、今年度がちょうど3年目にあたる、非常に、フレッシュな専攻ということになります。施設設備なんですけれども、皆さんが今日いらっしゃっている九州大学の箱崎キャンパスを拠点にしております。そして、今皆さんがいらっしゃるのはこちらの中央図書館ですね。正面から入られたと思いますが、今この辺にいるの、この裏側ぐらいにいるのかしらということになります。この第二情報サロンも授業で使えますし、その他演習室、12人ぐらい入る演習室があるんですけれども、そちらも授業で使う。それと陰性閲覧室ということで、ライブラリーサイエンス専攻の陰性の優先的に使える閲覧室というものも用意しています。図書館をフィールドとして利用するには、抜群の環境が用意されているということになります。そして、もう一つ別の建物、後ほどご案内すると申し上げていたのがこちら、旧工学部5号館という建物になります。そうですね、ちょうど、あっちの方ですね。7階建ての、見た目比較的新しい建物です。このライブラリーサイエンス専攻ができたときに、1,2,3,4 階のワンフロアをすべて改修しまして、講義室、演習室、陰性室、それから一部の教員室などを4階に集めるということをしました。旧工学部とはなっていますけれど、ちゃんと改修した新しい建物ですから、お古ではないのでご安心ください。はい、では専攻設置に至った背景を、概略ご説明しようと思います。大きく3つに分けていますけれども、まず1点目、情報の管理提供の意義ということを考えてみます。皆さんの周りには情報というものが、たくさんあふれている状態かと思いますけれども、その情報の収集活用により創造された知、ナレッジですねというものは記録されて、その後継承利用されるということになります。その結果新たな知が創造されるという、循環が、人類の文明文化を、形作ってきたと言えるかと思います。そのような知の創造継承活動を支える場というものが重要であろうというのがまず第1点ですね。で、2点目としまして、現代社会における情報の管理提供に関する課題ということが挙げられます。ユーザーが必要としている情報と提供できる情報の間にズレが生じているのではないかというのが、近年の状況かと思います。そしてユーザーの
要求に対して必要な情報を効率的にいつでもどこでもという要求が高まってきているということ、それから情報の種類や形態が拡大している、さらに社会全体の状況が変化しているということが挙げられます。また高度な情報アクセスへの期待というものとともに、法律などの制度上の課題というものも明らかになってきているのが近年の状況と言えます。つまりユーザーにとって意義ある情報の管理提供の実現と、それを担う人材の要請が求められているということを、先行設置の背景の大きな2番目として指摘しておこうと思います。それから3点目、本学に設置する意義です。九州大学になぜライブラリーサイエンス専攻を設置したのかということを考えてみますと、まず統合診療育学部という新しい教育組織がですね、平成21年度に設置されました。他の専攻、オートモティブサイエンス専攻、自動車をメインとした専攻ですね、それからもう一つユーザー感性学専攻、感性というキーワードでさまざまな分野からユーザー感性を研究しようという専攻、その2つ専攻するものがあったという統合診療医学部にライブラリーサイエンス専攻を設置したということになります。また人材養成、それから学問領域の開拓の場として九州大学の図書館、敷設記録資料館、大学文書館を利用できるということが挙げられます。九州大学の付属図書館は2011年に大学が100周年を迎えましたけれども、その100年にわたる歴史の中で蓄積してきた400万冊以上の蔵書を誇っております。歴史によって培われてきた資料というもの、さらに先ほど岡崎先生から紹介がありましたように ICT の最先端技術を用いたさまざまな高度なサービスというものも提供しております。また電子的な資料というものも全国トップクラスでの種類数を誇っています。そういった図書館、それから宮先生のいらっしゃる敷設記録資料館、織田先生がいらっしゃる大学文書館といったもの、それらの資料場所を教育研究の場所として利用できるというのが大きな特徴と言えます。さて、先ほど説明をした情報の管理提供知の創造継承活動を図にしたのがこちらの図になります。それからライブラリーサイエンスと言いますと、直訳すれば日本ですと図書館学というふうに専門の方たちは思われるんですけれども、本専攻のライブラリーサイエンスでいうライブラリーは図書館という意味にはとどまりません。ユーザーの視点に立った情報の管理提供を行うことで、ユーザーの知の創造継承活動を支える場、それをライブラリーと呼ぶんでいます。でそのようなライブラリーを科学する新しい学問領域のことをライブラリーサイエンスというふうに我々は名付けました。ライブラリーの例としてはこちらに挙げてますような 図書館、民間企業における記録管理の場、公文書の管理の場というようなものがあります。またこれまでの情報の取り扱いとしては、図書館資料は図書館情報学が主に扱ってきたもの、それから記録情報というものは記録管理学、アーカイブズ学が主に扱ってきたものというふうな分け方ができるかと思います。さて、図書館情報学が扱ってきた情報、それから記録管理学が対象としてきた情報というのがこのように分けて示されるとして、
情報というのはもっとこう広い概念になるわけですね。でさらに近年ですとメールだ、ブログだ、ツイッターだというような形で情報の媒体というものはどんどん拡大傾向にあります。で我々が管理している情報というものが、この水色の部分だとして管理している分情報の一部を提供したとしますね。青いところで、一方ユーザーが欲しい情報というのがこのピンクのところだとすると、その間にズレが生じているのではないかということが、まあ、日常的な私たちの経験からも言えると思います。でこの、ズレが生じているのは原因はユーザーの視点が欠如しているためではないかというふうに我々は考えています。そこでユーザーのニーズと知の創造継承活動プロセスを、把握して、ユーザーにとって真に意義ある情報の管理提供を行うための能力の養成、また、ユーザーの多様な情報要求への対応、それから電子情報に記録された情報を法制面や流通制度面で適切に対処できる専門職の養成というものを目指すことにしました。それをまとめた、教育研究所の理念と目的がこちらに示しているものです。ユーザーにとって真に意義ある情報の管理提供の実現を本専攻の理念としています。そのための人材の養成とライブラリサイエンスの探究を目的としております。まあ、詳しく説明するとこちらに5つ、挙げているようなことが、教育研究所の理念と目的になります。そして、関連する学問分野を統合した新たな学問領域の創設を必要としているというふうに考えまして、ライブラリーサイエンスの創設進化発展を目指すということになりました。ではどういった関連する学問領域を統合するのかというのを示したのがこちらの図になります。お手元に配ってますこの黄色のパンフレットの中にも同じような図を、同じ図を出していますので、そちらもご参照ください。図書館情報学、記録管理学を統合して、そこに、情報保存論、情報法制、情報科学などなどですね、関連する学問分野をさらに、統合することによって新しいライブラリーサイエンスという学問領域を進化発展させていこうということを示したのがこちらの図になっています。はい、じゃあ具体的にどういった科目を履修することになるのかというのがこちらの図です。科目名は皆さんにお配りしているパンフレットの、そうですね、後ろから2ページ目こちらのところに、書いています。まあ、それを少し色分けして表にしたのが今スクリーンに映しているものになりますが、大きく分けて、学府の共通科目、特別研究、基礎科目、PTL インターンシップ科目、専門科目というふうになります。学府の共通科目は、まあ、1単位科学の統合方法論というものと、特別研究は修論指導ですね。そして、基礎科目、5科目必修となっています。また、PTL インターンシップということで、 PTL というのはプロジェクトチームラーニングの略でして、学生と教員が一緒になって、課題を見つけて解決していくというような実践的な科目になります。まあ、2種類1と2がありますし、インターンシップも、あります。インターンシップの先としては九州大学の付属図書館をはじめ公文書館、それからそうですね、記録管理を専門としている企業など、図書館や文書館といった情報の管理提供機関、サービス機関に、インターンシップに行くことになります。まあ、こちらの左側の科目群を基本としまして、加えて専門科目を23科目用意しています。実は今年度
カリキュラムの改定を行いまして、より学びやすい環境を整えたところなんですけれども、新しい科目にをちょっと赤くしてますね。情報資源保存論と電子資料開発論というのが、まあ、新しい科目になります。その他は内容を充実させながら、解説当初から開講しているものになっています。で、九州大学の場合は他にも大学院がたくさんありますので、専任教員、指導教員と学生との話し合いの中で、履修指導ということを行いまして、他学府で開講されている科目を取るということも可能です。でこれら、学府共通特別研究基礎科目、 PTL インターンシップ専門科目、自由選択科目を組み合わせて、最終的には36単位以上を習得する必要があります。プラス、修士論文も書くというのが、修了の、まあ、基本的な要件ということになります。では入学から就職まではどういった、イメージになるのかというのをざっくり示したのがこちらの図になります。入学者としては学内外の、学生さん、それから社会人の方を想定しています。実際に、他大学をの4年間学部を経て、うちの大学に入ってきた人もいますし、一度他の大学の大学院を修了した後に、こちらに来た人もいらっしゃいますし、その他社会人として今お勤めをしながら、学んでいるというような人もいます。まあ、本当にさまざまな人たちが今現在ライブラリーサイエンス専攻で学んでいます。で科目は先ほど説明したように基礎科目と課題解決型の教育と専門科目からなっています。就職先の例としましては、公文書館記録管理の専門企業や、専門図書館、図書館などの情報提供組織、情報サービス産業との企業、ICT の専門企業研究機関といったことを想定しております。こちらですね、実際に養成する人材像と進路はこちらに示した通りです。文系と理系の枠を超えて社会の変化に対応できる人材の養成を目指しています。それから教員組織の編成もご紹介しておこうと思います。専任教員は12人おります。1学年の学生数修士10名と申し上げましたが、それに対して専任教員12人ということですから、かなり手厚い、教員組織であるということが言えると思います。学内の、研究員や、組織部局からたくさんの教員が参加しておりまして、人文科学研究員や法学研究員、医学研究員、システム情報、それから図書館、記録資料館、文書館、情報基盤センター、情報基盤研究開発センターといったところから、まあ、1人もしくは複数の教員が参加しています。その他社会の最先端の動きを知るために、非常勤教員として学外から、企業のトップの方や他大学の教授の方などをお招きして、科目を持ってもらっています。あ、そうですね、それと九州大学の附属図書館の職員が授業に、ゲストスピーカーとして参加したり、実際に実習の手伝いをしたりというようなことで、実務者もこの教育には関わっております。このような体制でシステム、マネジメント、サービス、コンテンツという4つの領域をカバーするという、教員編成になっています。で今ご紹介した12名の専任教員の専門領域はこちらに示したようなものになります。パンフレットの方にはそれぞれ1人ずつもう少し詳しい紹介が真ん中のページにありますのでご参照ください。まあ、大きく分けて、記録管理アーカイブズ系、それから
図書館情報学系、そして、情報科学系と、でさらに、法律、教育と学習科学といった分野の、領域になります。それから修士課程学生の研究テーマ例は、パンフレットの方には出てませんけれども、すべてではないんですがこういったものになります。そうですね、システム系のものが上の方にありますし、e ラーニングに関連したようなものとか、アーカイブズ理論、それとか音情報の管理提供というようなことに取り組んだものもおります。この上の方の、テーマ例はこの3月に卒業した修士を修了した人たちの就労のテーマでもあります。下半分あたりは今現在の在学生が取り組んでいるテーマ例です。図書館だとか公共図書館の予算のことを研究しようとしているものもおりますし、学習支援のことを研究しようとしているようなものもおります。はい、ここから少し、修士課程の入学試験の案内をご案内しようと思います。来年度4月入学の入学試験、一期募集が8月31日試験日で予定しております。で出願期間が7月31日から8月8日になりますので、入試説明会オープンキャンパスを聞いてくださった皆さんはこれから願書を準備してちょうどいいぐらいの時期かなと思いますね。選抜方法ですけれども、出願書類の審査、出願書類はこの後のスライドで説明しますけれども、選考のウェブサイト上からダウンロードして利用できるようになっています。それから、英語の筆記試験、小論文審査と口頭試問を行いまして総合的に評価するということになります。でご注意いただきたいのが、今年度から英語の筆記試験が新たに選抜方法に加わったということです。詳細は募集要項をご覧ください。でその募集要項ですけれど、選考のウェブサイトの受験生の皆様へというところをクリックすると入学試験のお知らせ、募集のお知らせというのがあって、そこに募集要項や研究計画書をワードや PDF 形式でダウンロードできるようになっています。でこちらが統合心理学部の元のライブラリーサイエンス公式ページなんですが、そことは別に専攻独自のページがこちらのページからリンクしていまして、この左下に示している専攻独自ページでは過去に開催したイベントの資料や、毎年撮影をしているんですけれど、このオープンキャンパスの様子などが見れるようになっています。合わせてご参照ください。で問い合わせ先は、先ほどの7階建ての建物といった工学部旧5号館、旧工学部の5号館の5階にあります統合心領域係になります。今日は担当の係長さんもお見えです。それから、そうですね、もし何かありましたら統合心領域係へお尋ねください。そして、修士課程ですけれども、8月31日に1期の募集をしますが、すでに12月1日に、2期の募集をする予定が、あります。募集人員は若干名になりますけれども、2期に分けて募集を行いますので、決定次第選考のホームページについて詳細はお知らせすることになります。はい、それからラブサイエンスに関しては、設置の前後からですね、いろいろな雑誌などに、ちょっと私の名前が並んでて恐縮なんですけれども、どういった考え方でこの選考を作ったのかというようなことを、書いたものがありますので、ご覧いただければと思います。特に図書館雑誌に載せましたこの
大学図書館職員の育成確保に向けた新たな取り組みというものは本学の、総長である有川節夫先生がメインでお書きになったというものになりますので、九州大学としてどのような考えでこの専攻を設置したのかということが分かっていただけるかと思います。はい、では以上で概要の説明は終了いたします。また何かご質問がありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。はい、それではここから模擬授業を始めます。講師はライブラリ専攻専任教員の井上仁先生です。井上先生はライブラリ専攻の教員であるとともに実は九州大学附属図書館に付設されております教材学習センターにも深く関わっております。先ほどの説明にもありました通り実は私どもの専攻は単純に情報を取っておくだけではなくてその利活用どのような、面白いサービスが展開できるかということを非常に大きな課題として挙げておりますが九州大学の中にこのライブラリ専攻ができたということは教材開発センターができたということが実は非常に深い関係があります。でその流れを一貫してこう引き継いで担当しておられるのが井上仁先生です。本日はこの情報のサービスという点で、とりわけ教育の面で、最先端の一環動きの一環をご紹介していただきます。よろしくお願いします。はい、ただいまご紹介に預かりました井上と言います。本日はオープンキャンパスでの模擬授業ということで私が担当している授業の一部を紹介したいと思っております。で先ほど渡辺先生からライブラリサイエンス専攻のカリキュラムに関してはいろいろ説明があったと思いますけどもかなりの授業科目が開講されております。でその中で必修科目がありまして、それ以外に選択科目っていうのがあるわけですけども今日ご紹介するのはその中の電子資料開発論という選択科目の中のごく一部をですね紹介したいと思います。で、電子資料というのは、皆さん、いろんな電子資料という言葉を聞いていろんなことを想像するかと思います。で今皆さんのお手元にそのライブラリサイエンス専攻のパンフレット紙の資料でお渡ししてますけども電子資料といったときにはこれまで紙の媒体で配布していたさまざまな情報を電子的に配布するものを電子資料ということができると思います。で電子資料の中には最近ではその電子図書と言われるようにその通常の紙の書籍ではなくて今お手元にお配りしている iPad あるいは専用の端末を利用して書籍を読むということもありますけどもそれ以外に例えば会議での資料なども電子化してしまえば電子資料になりますしこれからお話しする電子教材といったものもその電子資料の一部になるわけです。でそういったその電子資料をめぐる授業を行うわけですけどもこの電子資料開発論では情報システムの利用者その使う側という視点に立って電子資料先ほど言いましたようにその電子資料というのは電子書籍電子教材を開発するということとあとその電子資料をどのようにその利用者の皆さんに提供することができるかといったその提供環境とあと単にその電子資料を利用者学習者に提供するだけではなくてそれを利用してどのようにその新しい教育方法があるかといったことに関する授業になります。で、この電子資料開発論では知の創造継承を支援する学術情報発信や e ラーニングための電子資料の開発システム開発方法提供環境に関する知識を収束するということはもちろんのこと実際に皆さんにその電子資料作成を電子資料を作成してもらいましてで知の創造継承を支援する実践的な能力を養成するということを目的にしています。ではそのこの電子資料開発論の中でどのような項目を挙げるか取り上げるかということをここでは10個書いてますけどもまずその電子資料を使ってその学習するだけではなくてその電子的な環境、そのコンピューターを中心コンピューターやネットワークを中心にその学習していくために情報リテラシーといったことが大切になりますので情報リテラシーとは何かということをまず解説します。その次にその基礎となるそのマルチメディア動画やいろんな画像の形式などの基礎を学習しまして
学術情報発信その A でや、あと e ラーニング、その電子資料などを使ったその学習方法、あと電子書籍、デジタル書籍、デジタル図書館といった話をしていきます。さらに、最近ではその、その通常授業で使う資料というのはその授業を受講する人だけに公開するのが一般ですけども、まあ、九州大学だけじゃなくて、他の、多くの大学で最近その大学の授業で使った授業資料やあるいは授業そのもののビデオを、無償で、学外に公開するという動きがあります。そういった動きをオープンエデュケーションと言いますけども、オープンエデュケーションについても話をしていきます。また別の話題としてはその電子教材という観点からその電子教材を使った教育方法の理論ということで、まあ、教材開発のための理論、まあ、これはそのインストラクチャルデザインと言われるものですけどもを使ってその教材の設計開発評価ということに話題を移していきます。であとその先ほどさまざまな電子教材をその学外に公開するっていうふうに言いましたけども、まあ、その学外に公開しなくても、そのやはりその電子資料といったときには自分の著作物だけではなくて他人の著作物を含めることもありますので著作権処理のための情報技術、著作権そのものに関しては他の授業で取り上げられますのでここでは著作権処理のための情報技術といった話題を取り上げる予定でいます。でこれはその、まあ、1年生の後期の選択科目として開講していますけどもこれを全部で15回で取り上げるわけですので、まあ、今日はその時間の関係上この中の電子書籍とオープンエデュケーションに関して少しだけ取り上げたいと思います。で電子書籍といったときには先ほど言いましたようにその電子的な、まあ、紙の書籍媒体ではなくてその電子的に書籍を読むということがあるんですけども電子書籍といっても取り上げる項目というのはいくつかあります。一つは電子書籍そのものを読む環境というものです。で、あと電子書籍のフォーマットそのどういうフォーマットがあるかということだったりあるいはその電子書籍の閲覧環境としてパーソナルコンピューターがあるんですけどもその場合のパーソナルコンピューターで見る場合の閲覧ソフトウェアあるいはその今日お配りした iPad などで見るため時の閲覧ソフトウェアにどういうものがあるかという話でこちらは主に電子書籍を閲覧する側の立場に立った話なんですけども実際にこの授業では電子書籍を皆さんに作ってもらうということを考えております。でそのための作成のソフトウェアにどういうものがあるかという話を取り上げていきます。まず閲覧環境に関してですけども最近の電子書籍はおそらく皆さんご存知だと思いますけども専用の端末で見るのが一般的になってきています。で専用の端末といったものには例えばAmazonの Kindle であったりソニーのリーダーあとまあシャープのガラパゴスとかあとはその楽天コボとかという端末も発売されています。これ以外にも、まあもう十数年前から電子書籍端末というのは発売されていましたけども最近ですと上に書いている4つが主流な端末になっています。でこういったその専用端末で取り上げるで閲覧することもありますしあとはそのスマートフォン例えば iPhone であったり iPad タブレット端末でその専用端末ではありませんけどもその携帯できるようなその端末で閲覧するといった環境があります。ではその電子書籍はそういった専用端末あるいはタブレットスマートフォンでしか読めないかっていうとそうではなくて皆さんが普段使っている PC でも閲覧することができます。ただしその場合には専用のソフトウェアが必要になります。これ以外にも実はその携帯電話で閲覧することができたりその電子書籍の形式によっては音楽プレイヤーで閲覧することもできますしデジタルカメラでもその電子書籍を閲覧できるようになっているものもあります。でこういったその閲覧環境に関して詳しく取り上げていくことになります。その次に取り上げる話題として電子書籍のフォーマットを取り上げます。で電子書籍といったときに、まあ、広く電子資料というわけですけども、いくつかの、その形式というのがあります。上から PDF、EPUB、
XMDF、AZW とかいろいろ書いておりますけども、PDF というのはものすごく一般的なその電子ファイルの形式でして、おそらく皆さんがそのウェブなどでその資料、その整形されたその資料を見るときにだったり、あるいは通常のパソコンで電子ファイルを見るときには、この PDF という形式を見たことが多いかと思います。で、この PDF っていうのはポータブルドキュメントフォーマットの略でして、その下半型のそのドキュメントの形式っていうもので、これはですね、もともと Adobe Systems というその一つの企業が提唱した形式になっています。で、特定の企業が提唱した形式ですので、それを一般的に使うっていうのはなかなかないんですけども、ある意味ではそのもうかなり昔から、もう十数年前からその PDF という書式は提案されていて、だんだんそのバージョンが上がってきていますけども、そのある特定のその企業が提唱した書式ですけども、それが一般的になること、それをデファクトスタンダードと言いますけども、もう一般的になってきまして、そのうちにその ISO という世界標準機構というところの規格にまで制定されました。つまりその今ではその特定の企業が提唱した形式っていうよりも、電子書籍の一般的なそのフォーマットとしてかなりとして認知されているといった状況になります。で、こういったその PDF 以外にも電子書籍の形式として注目されているのが EPUB と言われるものです。で、EPUB っていうのは、これはインターナショナルデジタルパブリッシングフォーラムというところが提唱しているものなんですけども、実はその中身はですね、XHTML と書いてますけども、まあ簡単に言うと HTML5 という、最近のパーソナルコンピューターで、その多く、サポートされているその、形式、その、一種のウェブページと同じ形式です。で、ただしこの HTML5 だけじゃなくて、例えばこれに CSS というスタイルシートであったり、あるいはその図形をそのベクトル表記するものであったり、あと動画とかいろんな形式があるんですけども、その HTML 形式で記述されたものを、ZIP 圧縮という、圧縮っていうのはそのコンピューター用語ではいくつかのファイルを一つのファイルにまとめることを圧縮というんですけども、その中に ZIP 形式という圧縮があるんですけども、その ZIP 形式で圧縮して、そのファイルの拡張子を変更すると、実は EPUB という形式になります。で、EPUB もその現在はそのバージョン3というのが出ていまして、バージョン3ではその Ruby、日本語にはそのいろんな読み方などを書きますし、あと縦書きなども対応しているというものになっております。で、他にもいろんな電子書籍のフォーマットというのはあるんですけども、ある特定のその電子書籍の端末にしか読めない書式であると、なかなか流通するのを妨げられるとかいうのがありますので、この EPUB っていうのはオープンなその形式で、特にこの EPUB 形式を使うためにお金が必要だとかそういうことありませんから、その業界標準になるんではないかどうかと言われております。で、今その他にもいろんなそのアマゾンの Kindle にあった形式とか、あと、いろいろその iBooks 形式とかいろんなものがあるんですけども、ここではその、PDF と EPUB という2つの形式があるというだけにとどめておくことにします。ではこの PDF と EPUB の違いということをですね、少し説明したいと思います。で、 PDF っていうのは、多分皆さんご覧になったことがあると思いますけども、今その、その紙で配布しているそのライブラリサイエンス専攻のリーフレットも、実はライブラリサイエンス専攻のウェブサイトに PDF 形式で、置いています。で、その PDF 形式のファイルを見ていただくと、分かると思うんですけども、拡大縮小はできるんですけども、基本的に紙に印刷した形式と同じもの、つまり紙で表示しているものをそのまま電子的に実現するといったものが PDF になります。で、それはその文字とレイアウトが中心になっています。それに対して EPUB も文字の大きさ、その拡大縮小というのが自由に行うことができるんですけども、実はその例えば PDF ファイルを拡大すると
通常ですとパソコンの画面に全体が表示されていたのが、拡大すると1ページの一部分しか表示されないというふうになります。つまりその覗き窓から1ページの部分を拡大して見ているという状態になります。それに対して EPUB 形式は文字を拡大すると表示されるエリアは1ページなんですけども、通常1ページに例えば、まあ、あの通常の原稿だと文字だけの原稿ですと1ページに1000文字ぐらい書くことができるんですけども、その1000文字じゃなくて1ページに500文字しか表示しない、1ページに100文字しか表示しないということになります。で、1ページに100文字しか表示しないということは、で100文字で1ページを埋めるということはどういうふうになるかというと、文字が必然的に大きくなります。つまり文字を、逆に言えば文字を大きくするから1ページに表示される文字数が少なくなるということになります。ただし1ページはそのままなわけですね。となるとどういうことが起きるかというと、通常ですと1ページに1000文字入る、2ページ目に1000文字入っているというのが、文字を拡大するとその1ページに表示される文字の量が少なくなりますので、ページの概念というのがなくなります。ですがその自分が読みやすい大きさで読むことができるといった特徴があります。ではここでですね、実際にその電子書籍の例として皆さんに今あの iPad をお配りしてますので、ちょっと iPad をですね見ていただきたいと思います。で、 iPad 自体これ電源入っていますので、今こう丸い輪っかがあるところ、ここをですね押すと、画面が消えていたのが表示されます。で、ここに下の方に、そのロック解除っていうのがありますので、ロック解除という矢印をですね、ここを、左から右にこうスライドさせてください。そうするとですね、多分、皆さんの画面には iBooks というものが表示されて、一つだけ、このライブラリ参戦校お手元にあるリーフレットと同じようなアイコンが出ていると思います。で、ここでですね、この、一つだけこの画面出てますか？出てます、はい。で、ここで、そのライブラリ参戦校の黄色いこの、アイコンをタップしてください。そうするとですね、まあ、こういう形で、起動します。で、ちょっと今このページが出てますけども、ちょっと皆さんとこれ私違うかもしれませんけども、ですね、まあ、こういうふうに九州大学、大学院統合診療企画ライブラリサイエンス専攻ということで、ちょっとリーフレット全部を記載してはいませんけども、このように表示されています。で、これをですね、ちょっと横向きにしてみるとですね、レイアウトが変わります。で、タイトルがあるんですけども、次のページに行くためには右側から左側にこう画面をこうスライドさせます。そうするとライブラリーサイエンスとはというのが出てきます。で、残念ながらこの、まあ、これ iBooks という形式なんですけども、ちょっと文字の大きさっていうのは変えられませんけども、まあ、こういう形で、リーフレットに書いているものと同じものがですね、表示されています。で、まあ、縦にすると、ちょっと、まあ、図は左側に小さく載るんですけども、全体が見渡せるというようになります。で、図だけ拡大したときには図をタップ、図をパッ、図があるところを押すとですね、こう拡大表示などもできます。で、じゃあこの今皆さんに見ていただいている形式と紙の形式っていうのはどう違うかというと、基本的には同じです。となると、じゃあ紙のリーフレットだと、いろんなところに持っていけるその iPad など必要ないので、紙の方が便利だと思うかもしれませんけども、ずっとですね、次のページを見ていっていただきますと、最後のページですね、6ページ、ちょっとリーフレットのところちょっともう途中削除してますけども、最後のページ行くと2012年度オープンキャンパスというページがあります。で、ここで、その、丸印に三角があるところがありますので、ここを、押してみます。そうするとですね、でちょっと小さいのでこれをちょっと広げてみます。そうするとちょっと九州大学というロゴが始まりましたけども、九州大学大学院ライブラリ参戦校の概要ということで、今日はお話ししてませんけど、富浦先生がですね、最初に挨拶されていて、でその後、
渡辺先生がですね、別にこれは今録画したものじゃなくてちょうど1年前のものです。でそれが見ることができます。でこの後私のオープンキャンパスの内容がありますけど、ちょっとそれは省略してますけども、こういったことができる。つまり普通の紙の書籍ですと、もう文字と画像しか掲載できないんですけども、電子書籍になるとこういった動画も載せることができます。でこれ以外にも、これはその Apple の iBooks オーサーというもので作ったんですけども、簡単なクイズ問題を載せるということもできます。でこのようにそのこれまで その紙の書籍の考え方が大きく変わろうとしています。でその先ほどの電子資料開発論では、こういったその電子資料を作るというところもやっていきたいと思っています。でそれとともに、今後のその電子書籍のあり方っていうものをですね、もう少し皆さんにいろいろ考えてもらいたいなというふうに思っています。では模擬授業の続きとしまして、もう少し別の話題をやっていきたいと思います。オープンエデュケーションということです。でオープンエデュケーションというのは何かというと、さっき最初に言いましたように、その大学で行われている授業を広く、その一般に公開する、ムーブメントのことを言います。で、オープンエデュケーションの代表例として、例えばその2001年頃にアメリカのマサチューセッツ工科大学が始めた、オープンコースウェアというのがあります。でオープンコースウェアというのは何かというと、その大学で開講されている正規の授業の資料などを無償で公開する動きで、全世界中で数百の大学がそのオープンコースウェアというものに参加しております。で九州大学でもそのオープンコースウェアに参加しておりまして、例えばその私のライブラリサイエンス専攻の情報システム論であったり、昨年度まで開講した情報リテラシー論などの授業は授業ビデオを公開しています。でこれ以外にそのオープンエデュケーションとしてその公開するものとして、その YouTube、YouTube というのは皆さんその動画の配信サイトとしてご存知かもしれませんけども、大学がその YouTube の専用サイトを持っているというところがたくさんあります。でアメリカのその著名な大学、ハーバード大学、スタンフォード大学、 MIT、 UCLA 等はもうほとんどの大学がその大学公式の YouTube のサイトっていうのを持っています。でそこでその大学で行われているいろんな授業や講演会を公開しています。でさらに iTunes U という、これは Apple がそのソフトウェアや音楽を配信するために iTunes U というプラットフォームを提供しているんですけども、その一部として iTunes U というのがあります。これも大学の授業などを無償で公開する仕組みになっています。で九州大学も iTunes U に参加していまして、同じようにその授業ビデオであったり、いろんな授業資料を公開しています。で多分皆さんに関係するものとしては、そのライブラリサイエンス専攻では一昨年度でライブラリサイエンス専攻連続講演会というものを開催していまして、ライブラリサイエンス専攻あるいはライブラリサイエンス専攻に関係あるその教員が自分の研究テーマを中心にその2月に一度話をするということを行っていました。でそのライブラリサイエンス専攻連続講演会のビデオも、先ほど言いました YouTube でありやその iTunes U で公開しています。でまた先ほどのそのオープンキャンパス、昨年度のもの、一昨年度のものも同じように YouTube 等で公開していますので、もしそのライブラリサイエンス専攻に関心があるという方は、後ほどそういったサイトも見ていただければと思います。でちょっと最後パソコンの調子が悪くて画面に映りませんでしたけども、以上がその私が担当している電子資料開発論の中のごく一部を、その紹介いたしました。では私の模擬授業はこれにて終了いたします。ありがとうございました。何でしょうか、井上先生の授業は実際に大学院で行われている授業ですけども、ひょっとして皆様方がこれまで考えられているような図書館のイメージとは全部違うかと思いますですね。情報のサービス、マネジメント、次の10年後、20年後、皆さん方が開いていただければと思いますけども。はい。ありがとうございました。それではここから、皆さん方の個別のご質問を受けたいと思いますが、今現在教員が何人かにおりますので、簡単にご紹介いたしましょうか。先ほど
最初にご挨拶いただいた宮先校長です。宮です。宮先生はあの第二次世界大戦の時期の現代史部という経済史をご参加されて、アメリカの官房長官にいらっしゃいます。今の記者先生、石田先生、石田先生は図書館情報学をあのコンテンツのご専門なさって おられる数少ない方で、あのキャリアの学歴相談も関しましてもそうです。あ、アメリカに留学をなさって、あちらの報道を情報検索のサービスに関しての協力研究をなさっておられます。三浦教授、三浦先生です。三浦先生はエクステル情報学研究員にご所属ですが、とりわけ、自然言語処理、つまりあの我々が普通喋るあのこの扱う言語を情報システムの会社から解説されたいただきくださっております。よろしくお願いします。高野先生です。比較社会文化研究員にご所属ですが、日本近世史をご専門です。ご存知かもしれませんけど、実は日本のアーカイブス研究をずっと長く支えてきたのは日本近世史の研究者であり、九州大学には非常にたくさんの古文書を所蔵しております。でそちらの方にご専門でもあります。佐藤教授です。現在、法学研究委員長というご重責をなっておられますが、このお題の選考では、情報統制論の授業となっておりますので、佐藤先生のこの、しかし本来の専門は、ちょっと法哲学でありますけども、情報をめぐる倫理といったようなものの問題が、非常にとても重要な問題であることで、佐藤ご存知かと思います。松原先生、先ほど最初にこの専攻のご紹介をいただきましたが、図書館専門としてご活躍のように、この大学生専攻でも授業を担当されております。とりわけ、図書館のマネジメントサービスといった方面で、指導を担当されております。最後に、ご授業をなさっていただいた井上先生です。井上先生は先ほど申し上げた通り、この際、同時に、旧大の売りであります、教材学習センターにかかっている先生です。いかがでしょうか、岡崎さん。はい、あ、私は岡崎と言います。この本来の専門は、ヨーロッパ中世史なんですけども、この専門ではですね、現代のアーカイブスリコーマチメントの理論、あるいは、こういった新しい動向が、社会をどんなふうにこう、どんな問題を提起しているのかというところを研究しています。よろしくお願いします。いかがでしょうか。大枠の質問でも結構ですし、もうプロセス世代にそれぞれご質問いただいて